まあ、結構ねいい暮らしもできてしまうんじゃないのくらいまで行ったと。で3月はそれを超えてきましたね。発表しましょう。3月の収益は Hello、 では始まりましたモチチャンネルです。今回はですねお待たせしました、2020年3月の収益発表いたします。さあ YouTube 始めてですね、今8万5000人ぐらいですかね、登録者ですね。だいぶ増えたんですけども、そういう風にドカッと増える前かな、2020年1月の段階ではまだ2万人ぐらいだったのかな。まあその頃からのねちょっと収益を振り返って、そして3月まあ宣言してた通り最高額を更新しましたんで、そこを発表して、4月5月とどうなってるのか、やっぱり当然のことながらボーンとダウンしますから、4月5月がね、そこの話をちょっとしようと思います。でまずもうコメントにいっぱい来ちゃうので最初に言っておきますね。あの収益は受け取った額は公開して構いません。未確定のものの数字を言っちゃったりするのは規約違反です。でももうだって振り込まれた額ですから、なんで振り込まれた額言っちゃいけないんだっていう話なわけですよ。だからそこは全然構わないわけです。だからもういちいちあの書かないでください、コメントに規約違反ですねとかっていっぱい書いてきますけど、違いますから。そんなこと言ったら他のチャンネルどうなるんだ。で他の YouTuber たち濁してるじゃないですか。濁さなくていいです、受け取った額は言って構いません。まあどこかにね、まあ、所属してるとその所属先があるから言えないと思いますよ。それは所属先がだってね何パーセントか持ってっちゃったりするわけじゃないですか。で僕のこのモリティットイングリッシュチャンネルっていうのは完全なる個人チャンネルですので、全て発表できます。12月ね、1月に振り込まれるのがその12月分ですね。1月22日に振り込まれてる額、12月分の収益っていうのが199,946円と、やっとね家賃を賄えるぐらいになりましたって言ったやつです。そして1月分は2月25日に振り込まれていますが、それが383,400円ですね。まあ、約倍ぐらいになったわけですよ。で3月に振り込まれている2月のものっていうのが、まあ、前回動画にして出した661,349円ということで、もう普通に暮らせるぐらいまでの収入になったってことです。そうですね。まあ2月でももう十分暮らせるし、まあ、結構ねいい暮らしもできてしまうんじゃないのぐらいまでいったと。で3月はそれを超えてきましたね。それで3月っていうのは最も収益が良くなる。ただしまあ今年はコロナの影響で去年よりはだいぶ下がったっていうのが他の YouTuber さんたちの話でした。僕自身その去年の3月なんて全然収益なんかなかったんで分かんないですよ。で3月どんな動画を上げてったかっていうと、それで3月はですねもう完全にただ呼びが始まるためのその準備期間に入っているので、でそのただ呼びってすぐに10万人達成したじゃないですか。そうさせるためにもういろんな準備をしてました。だからそれはとにかく動画をまずたくさん出さなきゃいけないと、3月は。なので1日にメインチャンネル2本、サブチャンネル1本っていう3本出てる時も結構ありましたね。で3月1日にまずそうですね、ドンと投資やめますっていうのを出しました。本当はもっと後に言おうと思ってたけれども、もうそうですね、2月の段階で東大英語の公表したり、早稲田とか慶応のね英語の公表したりとか、まあ吉野先生ねすでに出てましたね。まあこれ伏線になってるんですけど、そういった形でこう大学の問題の公表をするっていうですね。でこれの大学問題公表っていうのは僕は武田塾に加入することの伏線になってたわけなんですが、多分ね気づかなかったと思いますけど。で3月1日でもうあまりにやっぱり当時のパンフレットに載ってないから、当時に辞めるんですかっていうのがいっぱい来ちゃってるから、もうしょうがないと、もう辞めるって隠せないからしょうがないから言おう。でここでねパンフレット見れば吉野先生もいなくなってるってことに気づくんですよ、実はね。この時点で実はそれ分かるんです。でその当時に辞めますが、今だと17万再生ぐらいしてますね。でこの頃から1万再生いくのが当たり前になってる感じ。今までだから1万再生いけばすごく良かった、1000再生すらいかないものが多かったのが、この頃はもう1万を超えるのが当たり前になってますね。1週間で1万再生を必ず超えるみたいな感じになってます。でその中でも吉野先生の動画が今のところ17万9千までいってますね。ああ中森先生出てる名前ですね、武田塾の中森先生が、これが今4万4千、たわしさんにね出てもらったりしてね7万2千、大学受験失敗した時の話ね、そう A 判定だったのにね7万2千で、ニックがね、早稲田の理工を解いたやつが14万再生今されてて、まあこれまた続き出しますとか、あの未公開部分ありますんで、授業をね、どんな感じでやるのって、そのまだただ読みのことは内緒ですけど、そのどんな授業をやるのっていう動画出して、それがもう今5万9000、約6万ぐらいですね。で、鉄壁の改訂版、そうです。これも5万5000円ぐらいですね、今ね、再生。で、たわしさんの受験時代の話が8万3000ぐらいですか。早稲田政経新入試が4万7000。
で、あ、そうか、2月の収益公開っていうのが8万2000。で、トイックスピーキングの結果出してるのが8万4000。という形で、ババババンと来て、で、最後に、そう、さよなら投信っていうのをね、出したわけです。これでブワーってなりましたよね。今もう37万再生されてますね。うちのチャンネルで一番再生されてるやつですが。これがまあ、すぐに20万くらいいったんだよね。で、その次の日に、次の次の日というか、12時に、ただ呼び始めますっていうのを出してね、これも今34万再生ですけど、これもすぐ20万再生いきましたよね。本当に一瞬で10万超えたんですよね。で、まあその後ね、武田塾に加入しましたとかってやってるんですが、どうもですね、収益の切ってる部分を見ると、このただ呼びのやつって4月1日に動画出てるんですけど、切ってるのはどうもアメリカの時間で切ってるみたいで、このただ呼び始めましたって4月1日の午前12時に出したんですけど、これ多分3月の方に何時間かは入ってますね、収益が。なんで予想よりも3月の収益が高かったって感じになります。まあその分ね、4月のね、広告単価のこうダウンがもう目まぐるしいので、すごい嫌なんですけど、このさよなら投信とただ呼び開講しますっていう動画がちょこっと売れてる YouTuber みたいな収益になってるんですよ。で、その他はまあまあいいねみたいな感じ。じゃあそれで結局いくらだったのか発表しましょう。3月の収益は、尻尾一桁が2、次が8、次が7、次が9、次が2、そしてここがドンということで、122万9782円です。超えました。100万を。そうです、 YouTube 夢がありますね。非常にドンと行きましたね。いやー、だいぶすごい額に行きましたね。多分まあメインチャンネルが、まあ、本当にもう最後の日がもうブワーンっていってる感じです。本当にもう一気に、こういうのが売れっ子 YouTuber たちというのはこういうのを見てるんだなっていう感じで、まあメインチャンネル、サブチャンネルはおそらく9対1ぐらいかな、多分。これ正確な数字僕は分かんないので、多分それぐらいになってんじゃないかなと思います。ただサブチャンネルの方ね、スパチャもあるんで、そのスパチャ、あ、そうですね、この失業した菊池さんへのスパチャが3万円ぐらいあるので、それは菊池さんにお渡しするので、そうするとまあやっぱメインチャンネルほとんどですね。サブチャンネルは数万円って感じになると思います、多分。で、うわー、夢がある YouTube 来たってなってね、おお、これもう完全に YouTuber として生活できるじゃんって思ったんですが、そうです、4月はズボンと下がりますね。まあいろんなとこで言われてるように4月はボンと下がります。で、再生数自体は3月とそんな変わんない、 もしくは3月よりも多いんじゃない、もう登録者数が今8万までいきましたから一気に増えてるので、再生数自体は下がってない、むしろ上がってると思うんですよ。でも収益はガクンと下がってます。で、同じ再生数でも下手すりゃ半分いっちゃうんじゃないかなっていう感じかな。まあサブチャンネルが前よりは再生されているんですが、あ、でもまあそれでもそのスパチャのやつとかないからあんま変わらないか。いや、ガクンと下がりますね。どんな感じになったかっていうと、3月よりも明らかに再生されてる広告の数が少ない。僕ら広告って複数の箇所につけることができるんですけど、それが表示されるとは限らないんですよ、必ずしもね。で、表示されない回数が多くなったなって感じ。それは僕のチャンネルだけじゃなくて他のとこ見ててもそう思うんですよ。で、5月になって、今5月じゃないですか、5月になってまあ戻してくれんのかなって思ったんですが、5月はもっと減るかなっていう印象です。だ、4月はすごい減ったのに、その4月と5月のですね、今もまあちょっと2日分ぐらいしかないですけど、それの再生数同じぐらいの時のを比べても4月より5月の方が低いんですよ、今のところ。だ、これ5月もっと下がっちゃうんじゃないかと思って、ちょほんと心配してますね、どうなってしまうのか。だからこれ見てね、うわ YouTube すげえやろうって思った人いるかもしれないですけど、いや、かなり危険。広告収入がだいぶ減ってる。で、これね、チャンネル見てても分かる、5月1日になった途端にやっぱ表示される広告がだいぶ変わったんですよ。いろんなチャンネル見てても、あれだいぶ安い広告になってるなっていうのが分かるんです。これあの YouTuber たちだったら大体分かるんですよ、表示されてる広告によって値段なんか分かんないですよ。値段は分かんないけど、高い広告か安い広告かの判断っていうのができるので、見ればすぐ。だいぶ安い広告がたくさん表示されるようになったなっていうのが印象です。やっぱり完全なる不景気だっていうのはもう分かりますね、その広告の種類を見てれば分かります。で、広告のその表示される回数も4月とあんまり変わらない。で、表示回数が少ない上、さらに安い広告であるっていうので、これ5月また下がるんじゃないかなっていう印象ですね。だからちょっと YouTube やろうとかっていうのはあんまりおすすめできないね。やっぱ広告にすごく左右されてしまうので、
なかなか難しいなっていう印象ですね。まあ自分自身は企業からのね、いろんなオファーがないとちょっと厳しいかなという印象ですね。だコンサル業を始めて YouTube コンサルやって、でそれと企業から報告してくださいっていうのを受け取るじゃないですか。で3月はその受け取ったものよりも広告収入の方が高かったけど、4月は広告収入よりもそっち側ですね、コンサルとか企業の方が多分収益を超えるだろうなっていう感じです。やっぱビジネスモデル大事ですね、はい、だからちょっとねどうなってしまうのか、まあ、広告収入だけには頼れないっていうのが印象ですね。で、まあ、5月いっぱいコラボできないですからね、非常に困ったことになりましたが、まあ、仕方がないですね。なんとかやっていこうと思いますので、まあ、引き続きね、いつも言ってるように企画は募集しておりますので、応援よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.